着いたー。今から何をするかを説明したいと思います。ということで改めまして、一世なのでバンバンザイ義士だけです。はい、ということでですね、現在無人島から帰宅してきたわけなんですけども、今回の企画は無人島に行ったとみんな何するのはい、ということでですね、いつも当たり前にできてたことがもう当たり前じゃなかった2泊3日を過ごしたわけなんで、どういう生活を送るのかなということで、おのおの今回は動画を撮ろうということでこの企画を用意しました。早速やっていきましょう。まず家のお風呂入りたいなって思ったんですけど、まあご覧の通りね、あの日焼けが痛すぎてマジでお風呂に入れない、浴槽にも浸かれない状態なんですよ今。まあなんですけども、僕は今とてもお腹空いてます。まあなんでこれから僕はある場所に行きたいなと思います。とにかく体を癒したい。もう今体バキバキなんですよ本当に。今帰ってきてから明日の夜までをまあそれぞれ撮ってきてもらおうと思います。頑張ります。ということでですね、お家に帰ってきました。いやー、フレンドである MAKK マッカがねいるので、マッカに挨拶をします。マッカただいま。おかえり。いやー、お家の匂いを嗅ぎます。めっちゃいい匂い。やっぱり自分家のお風呂が一番いい、自分家のシャンプーが一番心地いいということで、体がねうずいてるんですね。早急にお風呂に入っていきたいと思います。はい、ということでただいま帰りました。イエイ。クーラーの空間に来れてめっちゃ幸せなんやけど、ぼーちゃんに久々に会えました。ルナいなくても全然いいよって顔してたもんね。熱がめっちゃくちゃこもってて、とりあえず暑すぎるのでお風呂に入っていきたいと思います。お風呂から上がりました。顔がねすごい真っ赤に腫れていたのでコットンパックをして、今お肌を治療しています。めっちゃ美味しそうな匂いがするので今からご飯を食べていきたいと思います。はい、ということで今お風呂から上がってきました。やばい、涼しすぎる。私は今からずっとやりたかったアイスを食べていきたいと思います。ハーゲンダンスは、わー、ちょっと待って。今日ねちょっと裏話やねんけど、無人島から帰るときに飛行機がほんまに結構ギリギリで土まみれだからさ、私とりあえずお風呂に入らないとってなって、お風呂を20分で出してる入ってきたいって言われて、受付からやって、で、ダッシュで服脱いで、髪の毛洗って、絶対ドライヤーしないとボタボタで行かれへんやん、飛行機のとこまで。だから、もうめっちゃくちゃ猛ダッシュで洗って、今日帰ってきて、全部綺麗に洗った。いただきます。幸せだ。どっちがいいんだろうね。だって無人島だったらさ、本当に健康な体になれる。まあ、そんな感じで、ちょっと、今日はもう寝て、明日になったらまた動画撮ってきたと思います。はい、ということでですね、まあ、家に一回着いて、まあ、着替えてお腹が空いて何を食べるかということなんですけども、僕は今回こちらを食べたいと思います。じゃらららららら、もうね焼肉から何から全てを僕は食い尽くしたいと思います。ということで僕は焼肉屋に来ました。無人島から帰ってきて初めてのご飯はこちらです。あー、パイナップルあるね。マジで美味しそう、ありがとう。いいえ、いいえ、いただきます。めっちゃ葉っぱ食べたかったの。海もさ、塩とかで入れないのね。だからもう、さっきのお風呂が、でもマジやばかった。あーとか言って超気持ちかった。ダニみたいなやつに噛まれて足がさ、てん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 みたいなブツブツができて、体的な問題だった。で、私熱中症でね、一回倒れたのよ。そうなの？まあ、暑い中さ、みんながさ、動いてくれてて、私だけが休んでて、申し訳なさすぎて。限られた水だったからさ、うん、飲んじゃいけないと思ってて、うん、けど、医師とかが、いや飲みなって言ってくれて、うん、ルナとかもさ、釣りに行ってくれたりとか、ちーちゃんもさ、すごい手伝ってくれて、うん、絆を感じた。ということで、ご飯食べていきたいと思います。9時ぐらいなんですけど、
いつもだったらね、私は12時回っても寝ないんですけど、もうさすがにちょっと疲れが溜まっていたらしく、寝ようかなと思います。もう多分2人もすごい爆睡をしていると思うので、私もその波に乗っかって一緒に寝ちゃいたいなと思いました。おはようございます。ということで、朝ですね。無人島に慣れちゃって、朝5時ぐらいに起きて、で、まあ二度寝して、朝9時に起床しました。朝9時にね、起きること自体僕珍しいんで、ちょっと今日何しようって思ってるんですけど、まあ洗濯とかして、ちょっと一日、ゆったり過ごそうかなって思います。おはようございます。はい。ということで私は今起きました。もうね、ずっと冷えピタないとね、過ごせないぐらい、もう体がめっちゃ熱持ってて暑くて、これ真っ赤っかな日焼け、ここ鼻も焼けたからトナカイさんみたいになってる。おはよう、サンボーちゃん。坊ちゃん、おはよう。まあこんな感じで、いろいろ汚すぎてやばいので、今日はネイルを買いに来たと思います。ちょっとネイルが伸び伸びでね、ちょっとやばいので。もう当分お休みがないので、ちょっと今日に買いに行かないと。なので買いに行きたいと思います。バイバイ。皆さんに謝らなきゃいけないことがあります。朝寝起きの動画を撮ろうと思ったんですけど、しっかり二度寝をしてもうバッチリお化粧して今お外にいるよっていうことですね。で、復活を遂げたので、なんと今からマッカとドライブに向かいます。まあ、無事復活を遂げたので、今からも楽しくドライブしていきたいと思います。イエーイ、イエーイ。はい、ということでですね、現在6時ぐらいでございます。あれからね、もう一回昼寝して、まあ4時5時ぐらいに起きて、そっから今はゲームをしております。ゲームって最高やわ。無人島では味わえなかった。はい、ということでですね、テイク2なんですけども、お昼ご飯の動画を撮り忘れてしまって、メンバーに怒られる覚悟で私は今動画を撮っております。本当にすいませんでした。ということで、おやつタイムです。スターバックスラペでダークモカチップフラペチーノとコーヒーブリューフラペチーノ、いただきます。わー、おいしい。なんか夢見てる気分なんだけど。だって昨日までさ、無人島にいたのにさ、今こうして普通に日常を送っているんだよ。夢じゃん、もう夢だったんだ絶対。それこそさ、火とかさ、自分で炊かないじゃん普段、まず薪集めて、こういう感じ、原始的なこれで火炊いて、すごキャンプとかに連れてったらもうすごい使える人間になっていると思うので、ぜひね、私と一緒にキャンプ行きたいなって人はコメントで教えてほしいなと思います。じゃあコメントしよう。この後夜メンバーと集まるので、またその時に動画を回したいと思います。バイバーイ。ということで、ネイルを変えていきたいと思います。今のネイルはこんなぐらいの、ちょっと女の子っぽいでしょう。こっちを鼻なの、これを変えていきたいと思います。ただいま、道に迷い中です。もううなぎや。はい、ということで着いたので行ってきます。バイバイ。暑すぎる。はい、ラストは3人でご飯に行きました。めちゃくちゃ美味しい寿司を食べたね。本当にめっちゃ一個一個豪華だね。やばい、染みたねこれは、はい、また明日も撮影なんで、はい、今日はゆっくり寝ましょう。そうですね。ではおやすみなさーい。おやすみなさい。帰宅しました。やっぱり無人島で2泊すると、本来人間の生きるべき寝る時間、そして起きる時間には一度目を覚めるっていうね、現象がもう僕の中で起きててびっくりしています。また明日から撮影なので頑張っていきたいなと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。バイバイ。お風呂から上がったので、あとはリップだけ塗って寝ます。プルプルな唇がね、一番モテると思いますので、保湿をして寝るようにしましょう。明日の撮影の準備をして寝る準備が整ったので、今からベッドにダイブしたいと思います。せーの、ブーン。
久しぶりに休日っていう休日を過ごした気がする。万々歳、夏に向けてめちゃめちゃ頑張ってるし、チャンネル登録者数100万人を目指して、これからも万々歳頑張っていきたいと思います。お寿司屋さんに行ったんですけど、そこのお寿司屋さんは年に1回ぐらいしか予約取れないのかな。それぐらい取れないお店に連れて行っていただきました。無人島帰ってきてからの本当のご褒美だった。はい、ということで、変わったこともなく、今まで通り普通の日でした。はい、ということで終わりにしたいと思います。ということで、このチャンネルがいいと思ったら、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。おやすみなさい。信号を渡って青いドアを開ければ懐かしい